あそこに行くんだ。行くぞ。もうちょっと右、もうちょっと左。オーケー。南山タワー난뛰어가자고했지만ケーブルカー怖いからな。スカイダイブするやつやな、うん、怖くないの？ケーブルカー落ちたらどうしようって思う？思う。落ちひんぼ。でも落ちたらどうしようって思う時点でもう怖くなることちゃう。うん、それ考えたら怖い。一本見える。帰りはあれやからな、うん、歩きやから、うんうん、気をつけて。あ、赤、なんか赤いの見たら全部自分のもんってなんか無理やり。あー、来た。わー、南山タワー建てるために頑張ったよな。こんな山に建てるなんて。鍵、あれでも捨てるからな。あ、これこんなガラガラのはずがないやんか。もうでも古いとこもこれもな、結構意外と時間経ってないね。これが19年の、うん。あ、東京タワー。近いとこにあったな。おお、人多い。それが乗ってタオがいっすね。あれが良いとだと思うね。あのちょっと高いのピョピョピョ遠くにあるのあるやんか。その横にちょっと金色のやつ見える？あれ63ピーティン。あの俺らアメフトするあそこ。そうそう。あそこは全部で良いと。綺麗だな。夜来たらもっと綺麗かも。あそこいいな。あそこでビール飲んだら最高やん。外国人の友達来たら絶対やってみる。何これ。普通にあそこに座ってビール飲んでもやばいんちゃう、うん、ここが韓国。じゃあ説明入るで。さあ韓国。あそこ見たら청와대が見える、うん、청와대大統領を見る。次は上りもここで来よ。ケーブル使わずに。そうそう、走っていける。いや、もうほんま行けるって。そんなしんどくないね、うん、今行けるから。うん、気をつけて。オファーは余裕や。あ、買った気をつけて。あれ買った手でできる？買った腕で。これ？うん。おお。買った手はもう。わあ。普通にこう。ああ、はいはい。おお、すごいすごい。これ？なんやろな。絶対行っちゃう。ちょっと待って、ちょっと待って。おかしい。おかしいやろ。なるほど。なるほど。ドラマに出そうな家やんな。
上に。そうそう、屋上。屋上に。頑張っているけど、なんかうまくいけないけど、綺麗けど、ブスの、綺麗な俳優けど、ブスの役で、役で、メガネつけて出て、男のなんか仕事うまいやつが、あそこで、あやかにチャラよ、そんべーとか、そういうの見ながら、僕は中止そうなるけど、その日はせん。そんな、あそんな詳しく。裏マイク終わった。